一応今の話を踏まえてですね、今度はその中国乗用三宝の計算量を見積もっていくことにしたいと思います。でその中国乗用定理のですね、計算をもう一回思い出してみますと、そのこのような問題設定をしておりました。N1 から NK は R の弦で互いに相と、それから A1 から AK を R の弦ということにしていたときに、その A を Ni で割った乗与が Ai にある、もしくは A が Ni を法として Ai と合同になるような A を求めるという問題を扱っておりました。でここでその計算量の見積もりをするために、そのそれぞれの入力となる数の長さに関する仮定を置いておきます。まず法である N1 と NK、 それから乗与として与えられる A1 とから AK というのは全部単精度の数ということにしておきます。ですのでそれぞれの数の長さは θ の1というで見積もるということにしておきます。でさらにこの N ですね、 N はですね、この N1 から NK の積ということになっておりますので、その長さはですね、この N1 から NK の各長さの和になってるわけですね。で、それぞれの数が長さは1となっておりますので、1ワードとなっておりますので、K 個の数の積の長さは K であるという。K かなということにしておきますけれども、これをその θ のラージ L というふうに置いておきます。だからこの法であるこの N の長さを θ のラージ L としておいて、でこの時のその中国乗用三宝の計算量をこのラージ L の関数として見積もるということにします。でその拡張ゆっくりと誤助法による中国乗用三宝というのはこのようなアルゴリズムになっておりました。もう一度復習をしておきます。i が1から k までですね、そのまず計算を繰り返してこの ei を求めていくんですけれども、最初にのステップでは ni スターですね、これを求めております。これは n を ni で割り算の形で求めています。で次の、2番目の B のステップでは、この ti、これは ni を法とする ni スターの逆弦ですね。これを求めるんですが、ここで、その、拡張ゆっくりと誤助法を使っています。ni スターと ni からなる、から、を用いたその拡張ゆっくりとの誤助法を計算します。で、ステップの C では、その前のステップで得た ti を使って、ti かける ni というのを計算して、これを ei に代入します。以上が、その、まず ei を求めるステップですね。1行目の繰り返しとして。で、これが終わりますと、次の2行目では、a1、e1 から ak、ek の積の和を求めて、これを a とします。あと、3番目のステップはですね、なくてもいいかもしれませんけれども、とりあえず、この A の中でですね、N を法として、N 未満、N 未満ですね、大きさが N 未満の、皮膚の解ですね、を求めるということで、A を N で割ったものを解にするという形でアルゴリズムを終えております。でここからはそのそれぞれの計算のステップのですね、計算量をですね、これまでのその整数の割り算の計算量に基づいて見積もりをしていきたいと思います。まず最初ですね、ここでは繰り返しがありますけれども、その繰り返しの中での各計算量ですね、まず、ni スターの計算なんですが、n の長さが、n の長さが θ の l ですと。それから、ni の
長さはこれ単精度の数なので θ の1ですということで、ここでの A ステップ A での序断の計算量というのは、その、まあ、両方の、あ、これは、多倍長ですね、N という多倍長数を、まあ、Ni という単精度数で割ったその割り算の計算量ですから、これはθ の L と、だから与えられた多倍長数の長さに比例するという計算量になります。で、次のステップ B がその拡張ユークリッド互助法なんですけれども、ここではその Ni スターと Ni からですね、拡張ユークリッド互助法の計算を行っておりました。で、Ni スターは長さが θ の L、 それから Ni は長さが θ の1ですね、1ということで、この時の拡張ユークリッド互助法はですね、その入力の2つの数の長さの積に比例するということになっておりました。で、オーダー、そうですね、オーダーでその入力の2つの数の長さの積に比例するということだったので、この時のその拡張ユークリッド互助法の計算量は、まあ、オーダーの L で評価することができます。で、次の、C のステップなんですけれども、これは多倍長数と単精度数の乗算の計算量ですね。まあ、乗算の計算量は以前の授業で触れましたが、Ni スターの長さが θ の L で、それから Ti の長さは θ の1ですので、この時の乗算の計算量というのは、それぞれの入力の数の長さの積になっておりましたから、乗算の計算量は θ の L で見積もることができます。で、次にですね、これは A1、E1 から AK、EK の積の和ですね。で、各 EI の長さが θ の L で、それから AI の長さが θ の1でしたので、これらの乗算と加算の計算量の合計は θ の L ということになります。で、最後に、A を N で割るんですけれども、この時は A と N というのはそれぞれ長さが L の多倍長数となっておりまして、で、まあ、多倍長数同士の割り算なんですけれども、その時の計算量は先ほど申しました通り、それぞれの数の長さの積に比例するという評価がありましたので、 A の長さが θL、 それから N の長さが θL ですので、乗算の計算量はその各数の長さの積で θ の L に2乗で見積むことができます。ということで、以上をまとめますと、まあ、N1 から NK がですね、単精度で、A1 から AK も単精度で、まあ、N が N1 から NK の積で、長さが θL だったんですけれども、先ほど そのアルゴリズムの各ステップの計算の見積もりからですね、この計算量を求めると、まあ、θ の L2 乗で見積もることができるということになります。一応テキストの方にもですね、この計算量の見積もりの結論だけは書かれておりますけれども、一応このような形でこう見積もりができるということを今回の授業で解説をいたしました。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで今回はですね、今回のまとめなんですけれども、一応今回は序断の計算量、それから序断というのはその、多倍長数を単精度数で割るですとか、それから、多倍長数同士の序断を行うときの序断の計算量について見積もりを行いまして、それからユークリッド互助法と拡張ユークリッド互助法の計算量の見積もりについて説明をしました。で、後半ではそれを踏まえて中国常用算法の計算量の見積もりを行いました。で、次回ですけれども、拡張ユークリッド互助法のまた応用としまして、次回は有理数の再構成という話を扱いたいと思います。
テキストはですね、セクション 4.12 ですので、これはまあ、必要な人は各自で予習をしておいてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。